はい、どうも彩りの前のデスタです。せいさんです。よろしくどうぞ。というわけでね、で先ほど、デスタと僕で話し合ったんですけども、走る名車でしょう R32G と走る車を作っていきたいなと思っています。というわけで、もうお題半分くらい言ったような気がするけど、お題はズバリ何でしたか？これぞスポーツカー。よいしょ。まあなんともシンプルなテーマなんですけれども、シンプルなテーマの方が想像力広がるもんね。うん、やばい。そう、想像力。そう、このディバリーという、そう、このディバリーというものですね、想像力を働かせて、いかに自分がかっこよく作れるかっていうものを、いかに自分がかっこいい。いいですね、僕、うん、めちゃめちゃ早口やった何言ってる、うん、何言ってんのかなって自分でも思ったけどね、うん、というわけで、早速始めていきたいんですけども、今回はですね、ディバリを何度も何度も積み重ねるのが楽しいと先ほども言ったんですが、瞬間の間に、かっこいい車を作りきれれば、かっこいい車を作りきりたいと思っています。はい、切れてはないから、はい、ちょっと20分でもまあ難しいんじゃないかとは思うけど、まあ、頑張っていきたいなと、うん、だからもう最初考えてた10分っていうのがいかに鬼畜な内容がかかってるのかなんですけど、あれだったら10分版もまあでき、まあ、あれだったら10分でかっこいい車作れたっていうのもできればいいかなとは思ってます。そういうわけで、うん、もねまあレイヤーでね、まずはね左からちょっと見ていきたいと思います。デカール選択でまずね、もう最初からね、GT のやつを入れていきたいなと。GT のやつがどこにあるのかわかんねえや。どこだどこ、かっこいいデカールをちょっとやっていきたいんですけれども、なんかないかな、なんかねえかな。ですね、ボンネットの方を作っていきたいなと。ボンネット。ちょっとコントでね、彩りとつけていきましょう。あー、違う。この動画を見ている 職場で働いている皆さんですね、みんなブリジソンで知っとる。ブリジソンってな、こういう人が作ったよね。豆知識がありますか。絶対にこのブリジソンの話、絶対にこのブリジソンで知っとるブリの話をする。絶対に友達ができる断言。変わんねえよ、変わんねえよ。ちょっとね、やっぱ赤っぽくしたいよね。赤っぽくしたいからこうすると。でカラー、またレイヤーじゃねえ、カラーでカラーとする。あれー、あ、そっか、違う。これでこれもこれにしまして、OK、こうしまして、あ、これこうなるね。こういう系のちょっとね、パターンの横にやるのがこうタイプですので。カラーどうしましょうかね。また右側にちょっとブランドのロゴをちょっと貼っていきたいなと思うんですけれども、なんかかっこいいのないかなって今探して、縦にねこうでっか
っぱり彩りの前の色を使用したいということで、やっぱ緑かなと、ここは緑にしようかなと。で、黒はまあ混ぜるんですけど、やっぱりあれですよね、青も必要になってくると私は思っておりますんで、ちょっと青のね、色を作っていきたいなと。左からちょっと見まして、でカードをちょっと選択しまして、シェイプで、どれにしようかな、まあ細めのやつでいいかな。で下にやって、はい、よいしょ、はい、よいしょ、よいしょ。おい、スタート。はい、OK。はい、まずは屋外に切り替えていきます。個人的に屋外の方がなんかスッキリ作れそうな感じでいいんですよね。で、まあ デッサのデザインはちょっと見えちゃったんですけど、まあそれは気にせずやっていきたいと思います。で、自分はですね、スポーツカーっていうことを妊婦においてですね、ナンバーをつけていきたいと思います。ナンバー決めてないんですけどね、とりあえずこれでいいや。とりあえずどんな感じにしようかなっていうかな、ガチの方で喋っている余裕がないのでございます。マジで喋る余裕がない。マジで本当にやばい。いつもならディバリ時間かけて作るんですけど、今回は制限があるので本当にまずいんですよ。あと何分？やばい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 。まだホイールもまだホイールも何にもいじれてないのに。あ、マジかよ。そっか、ゲームするからあと何分って分からんやん。やばいやばい、本当にやばいよこれ。身体的に結構きますよ皆さん。友達と頼む、間に合えこれを貼ってからディバリ作りに進めよう。てかさ、これさ、終わってからさ、はい、20分でやってみたんじゃなくて、ガチモンでその作ってみたっていうのをお題目。これ、ちょっと待って。これない、パッと見やつ、色はそういう風にしたつもりや。はいはい、一応ですね、はい、左右の色を逆転させるという個人的な感じでやってみました。すげえな。メインスポンサーはキヤノンですが、はい、よく見ると色取りって貼ってあるって言いました。ここやな、ここに貼ってある、はいはいはい、ここに貼ってある。あと横浜っていうのもあるし、一応メーカーはいくつかは貼ったつもりなんですけどね。素晴らしい。前しか映らないな。いやー、これは参ったね。参ったというしかない。それでは、ね、あ、でもよくよく見てみたら結構あらありますよ。あるかもしれんけど、20分しか作る期間ってなかったからね。20分むずいよな。まずせーの、のドドンと。もうちょっと中途半端になったってところがありまして、はい、ここですね。ここがちょっと黒になって、そこを赤にしたかったんですよ、この黒の部分をね。あー、なるほど。そうそう、それさえ逆にできればこれもいいんじゃない。うん、それがね、できなくて、うん、でもね、
マリサさんとちょっと左を見てもらったら分かるんですけれども、ヨウムさんがねこういらっしゃるんですよ。になってますね。はい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 。上から見たら分かりやすいかな、左右対称、非対称になって。せやな、でもかっこええな普通に。シンプルイズザベストっていう、そう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 、っていうのを込めて、色はそんなに気にせずに、うん、色は気にせずに、なんかこういうのに乗ってみたいっていう感じはある。あ、それはありがたいな。スポンサーをちょっとまとめまして、うん、まずはルイズ、ルイズ、ゼイク、何これ、あと横浜とプリリストンとグッドスマイリングと、うん、あと、その他もろもろのいろんな入れまして、続いて後ろで、これはですね特徴がありまして、はい、彩りの前のメンバーの色をちょっと集めてみました。ほう、リーダーらしい発想だ。まずは、上が、これはセイさんとですね、まあ、色で、下ら辺の、ここら辺が、あ、暁、僕ですね。ですね。で、その下のところに、雑いな、雑いな、夢の扱い雑いな。なんでこんな面積作る。違いますね、デスボーの色ですね、こちら。あ、私のちょっと相棒のデスボーの色ですね。こちらをちょっと宣伝した方がいいんじゃないの、入れさせていただきます。あ、ごめんなさいね、暁デスタのチャンネルをね、ちょっと、登録していただいて、このデスボーがね出てきた時をねちょっと見てほしいんですけれども、まあ、デスボーの色はオレンジなんですけど、僕もデスタもまあまあまとまったんじゃない。うん、まとまった、まとまったよな、結構な、うん、綺麗に考えることもできたし、うん、ただ、うん、ただ細かいところで見ると、ただ細かいところでもうちょっと付け加えたら良くなったんじゃないかっていうことでは、色をミスったりとか、あとはもうちょっとできれば綺麗なデザインになったのになって。いうところがあるので、うん、やっぱで、やっぱね、ぜひやってほしいと。はい。そしてこれ、このリバリーしたやつでレースっていうのもまた自分の作った車で走ってますからね。どうもちょっと楽しいんじゃないかと思いますので、ぜひ購入してみてください。というわけで本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価、自分が管理しているにもかかわらず返信遅くて申し訳ありません、コメントのもっと改善点があったはずということで、せいさんに、時間は無制限です。リバリーをちょっと作っていただこうかなと。わかりました。思います。あ、これ良かったなっていうのをちょっと投票のね、 YouTube のあれがねちょっとできなくなってしまったんで、コメント欄の方にこっちのが良かったよっていう風に、それいいね、そう、それいい、ちょっと書いてほしいなと思います。それいいな、うん、皆さん動画見たらそれこそさっき言ったコメントでぜひともよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。さよなら。